前は仕立てが間に合わなくて申し訳ありませんでした。ですが遅れた分だけちゃんと感性込めました。それにしてもご主人本当に運のいい方ですね。娘さんの着物を買って奥さんの着物を当てちゃうなんて。これからもご贔屓にしてください。失礼いたします。